はい、ラケットインプレッションです。ご協力いただきます。はい、クレールインドアテニスの村松です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、ウィルソン道場です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、ラケット、はい、これですね。そうですね、クラッシュ、はい、もうついに発売になりましたというところになります。この絡みでは村松コーチは初登場。そうですね、ちょっとお休みさせていただきます。諸事情によりそうですね、まあラケットのインプレとかもだいぶやってきたので、で前回富士さんとお話しさせていただいた時にストリングス選びでいろいろ味付けが変わるんじゃないかっていうところがあったので、はい、今日はいくつかパターンをお持ちして、ストリングスによってどんだけ面白みが出るかっていうところをお話ししていければなと思っています。はい、で、今回ご用意しているのがまず、ナイロンパターンでこの3つですね。ウィルソンの中で、まあ、一番人気のある NXT シリーズ、NXT っていうと私が会社入って最初に手掛けたストリングスでもあったんですけど、まあ、ナチュラルフィーリングっていうところで、特徴としてはウレタン、要は、レジンというそのフィラメントを接着する接着剤にウレタンという素材を使っていまして、まあ、当時かなり珍しくて空調の入った工場じゃないと作れない、温度を一定しなきゃいけなかったん でそれができていたのがウィルソンの NXT だけだったんですけど、まあ、今は他社さんもあるんですけど、ウレタンを使った理由がナチュラルのレジンもウレタンなんですね。なので伸縮性がナチュラルに非常に近くなるというところで開発したのがこの NXT というストリングスになります。なのでかなりナチュラルフィーリングというところになってまして、その派生モデルで2モデルがあります。はい、一つが NXT パワーといいまして、そのフィラメントの数を 150% まで増やします。要は1本1本が細くなるんですね。でたくさんの、糸で束ねてあって、そうするとレジンの量も自然と 20% ぐらい増えるんですね。なので NXT よりもっと伸縮性が高くてナチュラルに近いフィーリングというのが NXT パワーという商品になります。でもう一本が NXT コントロールというモデルで、まあ、ハイブリッドっていうのはだいぶこう流行になってきまして、縦を例えばポリ入れたり横ポリ入れたりする方も多いんですけど、これは一本の中に、ポリエステルとナイロンを組み合わせたものになっていて、レジンは先ほど言いましたウレタンの状態なので、少し NXT よりも、クリスプなというか固めというか、そういうフィーリングになっています。プラスストリングス自体が少し強度が出てくるのでスナップバックが生まれやすいので回転が少しかかりやすくなるからっていうような NXT シリーズの3兄弟で今日は試していただければなというのがまず1つ目のパターンになります。で、次のセッティングっていうのが、まず NXT から少しずつポリに近づけていきます。これは NXT ですから、ナイロン 100%、まあ、ウレタンという素材が入っていますけども、ポリウレタンですね。これからポリエステルというものに少しずつ入れていくんですが、まずフッキーさん持っていただいているのがデュオフィールというところで、はい、この NXT と、エレメント、まあ、錦織君が今使ってくれているストリングスですね。まあ、ウルソの中では一番ルキシロの中では一番柔らかい、ポリエステルというところになっていくんですが、それを横糸に入れていきます。これがデュオフィールっていうところで、このハイブリッドセッティングでのパッケージングしている商品になってます。はい、そして、村本さん持っていただいているのが縦も横もエレメントっていうところになってまして 100% エレメントになります。なのでこちらからはどんどん少しずつ強度が、まあ、ストリングス自体に出ていくというような形での今日は打ち比べをしていただければなと思っている感じでございます。でちょっと原産国に触れますと NXT はフランスで作っています。で、エレメントは、まあ、ルキシロンなんで当たり前ですがベルギーで使っています。ここがベルギーとフランスのハイブリッド、はい、というところになるという感じになります。原産国のハイブリッドってあまりねそうですね、あまり強調したことがないですけど、まあ、本当ラケット的にはこうしなりがあって、ね、柔らかいフィーリングがあってお話は多分ね、はい、今ご覧いただいている方も皆さんよくお話見ていただいているかと思うんですけど、まあ、それをこうガッとの貼り付け、今はより食いつかせたいとか弾かせたいが多分皆さんあると思うので、まあ、それをこうガッとこうちょっといろいろと試して、まあ、お話ししていければなと思いますので、はいはい、まあ、村松コーチはラケットの感想も一緒にはいもらえると、はい、はい、ということでございます。はい、はい、ではよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ
ラケットはクラッシュの100点です、ね、295g、はい、バランスが30、そうですね、はい、はい、っていうところで、僕はあのナイロの3機、はい、NXT と、NXT パワー、はい、NXT コントロールと3つ打たせていただきました、はい、まあ、一番最初に打った NXT の16、まあ、一番こうナイロンマルチらしいというか、多分癖がなく扱いやすいっていうところだと思います。個人的にこうラケットが結構しなってくれて、ボールを持ってくれて、さらに柔らかいガットって持ちすぎて飛ばないかなと、こうちょっと一瞬思う方もいらっしゃるかなと思うんですが、思った以上にしっかりと NXT のガット自体に弾くというか飛ばしてくれるパワーはあるので、まあ、かなりこう飛んでくれるので、しなりすぎちゃって逆にちょっとパワーフォローが欲しいなっていう風なイメージしてる方は、とりあえず1回 NXT を貼っていただくのがいいかなというところだと思います。一番癖がなく一番扱いやすいと思います。で、順番に次にパワーを、パワーを打たせていただき、見た目には違いが分からないですね、はい、いやもう僕も見ながらですね、はい、パワーですを打たせていただきました。こっちの方が柔らかいって感じですかね、はい、そうですね、で合ってますね、はい、なんかパワーって聞くとなんかこうちょっと硬くて弾いてるみたいなイメージがちょっとあったんですけど、あの NXT と、まあ、これは多分基準になると思うので比較していくと分かりやすいと思うんですけど、こっちの方が本当にこうガシャっていう表現でちょっとあまり言わないかもしれないですけど、引っかかってる感がすごい、フェースにこうより乗っている感じがすごい分かるので、何も考えずにポンって1球目打つとちょっとボールが上にグッと持ち上がってくれる、うんうん、まあ、ラケットのしなりプラスフェース、例えばバットのストリングのこう、まあ、食いつき感がすごいこうボールの弾道を上げてくれる、まっすぐ当てれば当てたで、ちょっとたわみも大きいのかなっていう感じがあって、より飛ばしてくれるっていうところで考えて、まあ、パワーっていう表現がすると、まあ、飛んでくれるよねっていうイメージがあって、非常にパワーが良かったかなと思います。で、コントロールを打った時に、はい、パワーを NXT パワーを打った後に NXT コントロールを打ったら、やっぱりこっちは飛ばないんですよ、うん、飛ばない、ちょっとこうさっきの話したクリスプな感触っていうところで、うん、ちょっとこう固め、 NXT の3機種の中で比べると一番こうカッチリした感じがするので、1球目ネットしました、すいませんあいつは組織なかったんですけど、その分こうしっかりと強く当たりの厚いインパクトをした時には一番コントロールが本当にしやすいんですよ、抑えやすい、結構 NXT とか NXT パワー使ってこうガット自体のパワーがあって飛びすぎちゃうんだよねってイメージがある方なんかが、この NXT のコントロールを使っていただくと、あの気持ちよくストレスなく振れる。でクラッシュ の, このバランスの軽さって結構やっぱり自分がこうしっかり振っていきたいって思って多分使う方も多いかと思うので、そういう時にちょっとこうパワーアシストとコントロール性のバランスを取るっていうと NXT コントロールはちょっと抑えやすいと思います。本当にいいかなと思います。個人的にはこれが一番良かった。そして多分この3つでいくと、たわみ量が違うっていう表現が一番しやすいかなと思っていて、はい、そうですね、はい、パワーにパワー NXT コントロールだと左に行けば行くほどたわむ量が大きくなります、うん、でストリングスはたわんだ方が距離が伸びやすいんで、うん、飛ばしやすいっていう順になってくるんだと思います。実は打っていただくと割と大きな違いがあるっていう。そうですね、なんとなく僕の感覚でいくとスイング速度が速い方はこっちの方が合うのかな、で、あのどちらかというと乗せて打ちたい方はこちらの方がいいかなっていうのも、あの思考としてはあるように思うんですけど。そうですね、はい、本当にこうガットにこうどれぐらいパワーアシストを求めていくのかとか、そういうところで選んでいただくと、この同じただ一つ NXT って一つの国にはなるんですけど、それでも違いが十分に体感いただけると思います、はい。クラッシュ100打たせていただきました、はい、まあ、撮影では初めてだったんですけど、まあ、ちょいちょいこう打たせていただく機会はあったの で、ね、まあ、ちょっと変な先入観も入っており、変な先入観でもとにかく使ってみて一番感じるのはとにかくしなるっていうのが一番最初に来るかなと思います。で、正直なところですね、あの、まあ、いろいろこう撮影とか出させていただいて、いろんなラケットってあんまりしなるんだよねとか言われても、正直なところしなりますねって言ってますけど、あんまりこうこれしちゃったかなっていう感じはい、二十何年間テニスやってますけど、その硬いとか柔らかいとか、まあ、ちょっと自分のところの会社のブログでも書いたんですけど、正直よくわからないですね。ですけどこればっかりはなんかボール拾っててもうわしなるなとかっていう、それぐらいしなる感じが伝わってくるかなっていうラケットなので、ある意味今だかつてないラケットなのかなと思います。果たしてそれが打ちやすいのかって言われたらちょっとよくわからないところではあるんですけどそこはお好みですからね。そうですね、はい、なので純粋な僕の感想としては、ちょっとボールが飛ばないと、そのしなる関係で多分飛ばないんだとは思うんです。
ですけど、なのでどっちかというと僕はスピンというか、まあ、トップスピナーってわけじゃないですけど、まあ、回転をグリグリかけていくようなプレースタイルなので、そういう人にはちょっとこうかすれすぎてちょっと飛ばないのかな、かすれちゃう、まあ、何が原因でかすれてるのかちょっとわからないんですけど、まあ、ちょっとラケットのしなる関係なのかちょっと飛ばしづらい、なので回転がかかりすぎてちょっと浅くなってしまうような感覚がちょっとあったので、ですけど逆にちょっと2本目のこのこっちですかね、ディオフィールで打たせてもらった時にちょっとフラット系で最初何本かポンポンって打たせてもらったんですけど、スライスとかフラットとかそういう合わせて打つような人にはもうバッチリなのかなっていう感覚があるので、どっちかっていうと、まあ、トッププレイヤーとかその選手向けっていうよりは一般ユーザーの方には非常に適してるラケットなんじゃないかなと思うので、どちらかというとボレーの方に期待が高まるような感覚で今こうストロークを終えてるような状態なんです。多分最初から村本さんあんまり好きじゃないだろうなと思ってます。そうですね、っていうか話をいただいた時は好きじゃないだろうなと思って今がだって、ウルトラツアーの GP ですよ ね、 すね、はい、だからフレームがかなり強度があって、ね、頭が走るラケットなんで、はい、これはしなって頭が走らないようなセッティングになっていると考えると、はい、真逆にいっちゃってるんで、そうですね、最悪ですね。どうもうちの選手でもそうですよね、錦織圭君、伊藤達馬君、それからうちの安田君も打ってもらいます。伊藤達馬君なんかもフラット系のラケットですよね、はいはい、で彼は割とどっちかっていうとその3人で行くとなってくるので、はいはい、多分そういうコメントだったのかなっていう気はしますので、多分村本さんあんまり好きじゃないんだと思ってたのと、まあ、やっぱりかなりスイング速度も速いので、はい、しなってりすぎになるかもしれない、しなりすぎて余計出てこないっていう、はいはい、僕が使ってるのもすごいスムーズに出てくるようなラケットじゃないと思うんですけど、より出てこない感覚があるんですよね、はい、エレメントですね、両方ポリポリのエレメントで打たせてもらいましたけど、これにポリポリ反応だったら違うラケットでいいんじゃないか今日辛口ですね。あ、そうですか、そういうわけじゃないですけどだから飛ばないのをなんか僕が使うとですけど、さらに飛ばなくしてる感がちょっとあるのかなと。ただコントロール性能でいうと、だからボレーとか打った時になんかかっつりこう収まってくれるのかなという期待を込めてのコメントです、はい、そこからハイブリッド NXC になればなるほど飛ばしやすくなる、ね、安くはなると思うので、はいはい、まだこのただやっぱり僕もナイロンというかもう NXT 単体だけだと心配は心配なので、もう僕がこのラケット使わせていただくって話になったらおそらくハイブリッドではないかなと、まあ、そのちょっと飛ばなくなった分をこの NXT というかナイロンでこう飛ばしていただくとかっていうところで、ただコートにもちゃんと収めなきゃいけないところのエレメントっていうポリになってくるのかなと思うので、まあそうですね、ハイブリッドの方がこれにこうポリを張ろうと考えている方はハイブリッドにしといていただいた方がいいんじゃないかなと思います。ダブルス編はそのセッティング、ダブルス編は、ちょっと心配なんでポリポリでいくと思いますとにかくしなります。なので一回試していただいて、うわめちゃくちゃいいっていう感覚を覚える人と、こうあこれはちょっとなんか違うなっていう両極端に分かれるんじゃないかなと思います。それぐらい違いが分かるラケットかなと思って、例えばじゃあそのもうしなり、俺にはしなりすぎちゃってるかもっていう人が春ストリングスだったならば、私としてちょっとやりたいなと思ってるのは、今NXT パワーの方から NXT、NXT コントロール、そしてこのハイブリッドがあって、エレメントが多分今一番端にいるはずなんですよね、はい、ここからさらに端に行って見てみたいなっていうのがありまして、一つこっちに 4G がここにあって、でアルパワーがまだいるので、意外と僕はアルパワーとかでスイング速度の速い人だったならば、ラケットはしなるけどストリングスの戻りが速いものを合わせるとマッチしたりするのかなっていうのを検証してみると面白いかなっていうの、ラケットが本当に今までなかったものなだけに、今までの概念だけでいくと逆になんかパフォーマンスが出せてない場合もあるかもしれないので、確かにエレメントってちょっとやっぱりこう持つようなイメージがあるんで、まあしなって持つであんまりよろしくないのかやっぱりちょっと弾くようなガットを貼ってみた方がいいのかなとはちょっと試してみたい気持ちがあります。じゃあこの機会は村松さんに会うまで、まさか好きなセッティング見つけるまで分かります行くと
俺の暮らし、どうやって暮らしを使いこなせるかこんなコーナーみたいな感じでこうシリーズ化されそうなので、もう最終終わった時にはもうめちゃめちゃいいって言うのがね行くみたいな、はい